この俺様をお前みたいなガキがか。世界政府ってのもまんざら嘘じゃなさそうだ。だがこれ以上妙な真似をするような人質の命は保証で、そのガキも奴らと一緒に牢に放り込んどけ。娘、お前もここに入っててもらうぞ。まあ人質同士仲良くやんな。人質はここにいるもので全員か。あ、それ。少年は海賊たちのところへ潜入すると、人質である王国の兵士500人を。なんじゃこりゃ。こいつらは罪を犯した。よって正義の名のもとに処分した。罪だと？王国の兵士として。てめえ、それでも世界政府の役人か。正義が悪に屈することなどない。野郎ども、やっちまえ。生きてやがる。そっ、志願。背中にいくつもの砲弾の跡を持つ少年は13歳にして CP9 の諜報部闇の